鳥居平山彦公園は長野県岡谷市にある総合公園。市街地から約2キロメートルのところに位置し、標高9 5 0ルから1 0 2 0ルの山間部にある。公園からは諏訪湖とそれを取り巻く岡谷市街地と下諏訪町、諏訪寺を眼下に見下ろすことができる優れた景観を有している。また、遠くには八ヶ岳連峰と石品山。 カイコマガタケなども見ることができる。この公園は子供からお年寄りまで全ての世代が一緒に利用できるファミリーパークを目指している。このため公園区域全体を自然、展望、遊戯、スポーツ、文化の5つのレクリエーションゾーンに分け、これに各広場と各種の施設をレイアウトしている。 施設空撮国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成展望塔とプリンススカイラインミュージアム展望台より望む昭和55年のスポーツ広場の造成から始まり昭和58年から部分開園昭和62年には全園が完成した総面積30ヘクタール総事業費は33億4400万円に上る 平成元年には、社団法人日本公園緑地協会により、日本の都市公園百選に選定された。本公園は、岡谷市が建設し、昭和61年より、公益財団法人岡谷、文化振興事業団へ、管理運営を委託している。プリンススカイラインミュージアム。ありがとうございます。